サーカスは、エキシディ社から1977年に発売されたブロック崩しをアレンジしたアーケードゲーム用ビデオゲームである。パドルを操作して目標物を全部割れるというブロック崩しの発想をアレンジしたゲームである。当時まだ珍しかった BGM がコミカルでブロック崩しとスペースインベーダーの間ではヒットしたゲームとなった。数多くのゲーム会社から コピーゲームが出ており、風船割りゲームと呼ぶことが多かった。所定のコインを投入し、1プレイヤー、2プレイヤーを選択する。画面上部に型の風船が3列、横に流れている。これは上から順に青、緑、木の色セロハンが貼られている。画面の端のジャンプ台からピエロが歩いてきた後、ジャンプして落下する。パドルを回して、画面下部のシーソーを左右に動かし、 シーソーの人が乗っていない側に落ちてくるピエロを受ける。ただし、落下位置によっては、絶対に受けることのできない手詰まりの場合もあり、左右に設置されたジャンプ台が手詰まりを減らす役割もしている。シーソーでピエロを受けると、もう片方のピエロが放物線を描いて、風船に向かって飛び上がる。風船までピエロが届かずに落下する場合もある。風船、左右の壁、天井。 4カ所あるジャンプ台に当たると跳ね返る。ピエロはジャンプするたびに逆さまになったり手足をバタバタさせる。ピエロが風船に接触すれば風船を割ることができ、風船の位置により点数が異なる。さらに勢いがあれば1回のジャンプで連続で風船を割ることもできる。ピエロの当たり方によって風船を割った後跳ね返る場合と跳ね返らず貫通する場合がある。 風船を一列すべて割れると BGM が鳴り響き、風船1個の10倍のボーナス点が入り、その列の風船が再び出現する。青の風船をすべて割れると別の BGM が鳴る。その場合ミスしても一回ピエロが登場して遊べる。ボーナスプレイ中は複数回ボーナスジャンプを得ても一回しかボーナスプレイはできない。なお、7と8は、 風船が3列すべて割れないと復活しないなど、ティップスイッチ設定で変更できる。ピエロを地面に落とすと潰れた格好になり、早々更新曲が流れる。ピエロが残っているか8のボーナスプレイの条件を満たした場合、次のピエロが出てきて再度プレイできる。ピエロをすべて落としたらとゲームオーバー。規定数以上の得点を得ていると、ゲームオーバー後に再ゲームを1回だけ行う。 アクロバット TV、ありがとうございます。